それでは引き続き町作っていこうか、うん、あと3ターンでね、吉宗の時代が終わりと。で、芝木人が料亭が被ってるので、うん、しかも辻風呂作り始めてるので芝木人を抜かしまして、こ千葉先生を今入れました。入ってきた寿司屋をね、うん、作っていこう。ではレッツゴー。あれ私の職場を作ってね。あ、4人目の、うん、レディーおつぼねを建築します。何一つわからん、一体何を言ってるの。あ、なんでこれ、何アンテナ、めちゃくちゃ好みなんだけどこのデザイン、うん、でかっ。何これ、この辺にしましょうか。何これ、何レディーおつぼねが、あ、おつぼねじゃない、もしかして曲か、うん、レディー曲か、レディー、あ、レディオ曲か、うん、レディオ曲ね。まあここら辺かな。ちょっとここはちょっと大事に温存しておきたい。すいません、それでいいんじゃない。はい、オッケー、いい感じ。 Go! Go!よし、レディオ曲ね。ヤギュちゃん、ヤギュちゃん、鉄砲火事、鉄砲火事、すごいね、うん、これで戦力も上がっていくんじゃないか、全体の。オッケーっす。はかないの一日は開かないの毎回言ってるわー、いいね、収益も増えてきてる、うん、さあ、あ、この前の謎の男は何だったんだまだまだ、あいつはシード投資。あー、来た来た来た、結構好きな、あ、うん、やべえ、入られたか、入られてるよ。あ、おい、お前さん殺されるすごいな、もうめ、いや、かわいいか、かわいいじゃないか。あ、そんな格好、何、そんな優しい格好してるこの人。どなた間違えてるから失礼する。別にマスクぐらいね、うん、今のご時世ね問題ない。そんな怪しくないけど、まあでも三國さんさすが、うん、怪しい人見つけるの上手ね。おお、終わり申した。上がったよ、上がったよ、音符じゃないでしょあなた、あのキャラはさ。で、ここ外食続いちゃうので、はい、意外とあの吉宗のあの連れてきたイケメン奉行みたいなやつが何もしてこないんだけどなんかすごい金蔵のライバルになるかと思ったらまあ裏でね、今ゴニョゴニョしてる。あ、してんのか、そろそろ話出てくるかな。こんばんは、誰かな。あ、来た来た、噂をすれば今い、嫌だったのいいじゃん、やっときはさ、一生に一回ぐらい。まあ嫌だって、まあ指図されたら嫌なの。あ、そうなの、指図してたんだこの人に。私が実質将軍として。ああ、おお、暴れてるなぁ。おーかー、あ、来た、これこれ、イケメン奉行、ほら顔が負けてるただし頭に鉄火までが乗ってる。地下奉行闇将軍、かっこいい、うん、睨みを出かせるだけね、あんまり大したことしてない。あ、やばいな、兵を集めてんの。え、今から1ターンで君たち兵集められますか。まあ、全体を通してですね。成り上がっていいじゃん、別になんか古臭いな成り上がっていいだろ。今日もこれで人気も終わりか城を片手に何仕掛けてくんだろうな。あ、まあ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 、こういう日もあるってことで、トータルは大丈夫よ。さあ、おー、いいじゃん。ではあれと将軍中世界始まっちゃうのでは。はい、始まります。あれあれ、いつもと違うような。あ、同じか。同じです。え、あれどうしたの、イケメン侍どうしたの。将軍抽選会を始めます。ただの伏線なのでね。あ、あれか、まだ、あ、終わるから近く、うん、やめ、将軍がいるのよ。そうなんだ、ずっといた、これから同じ人に当たったらどうなんだろう。この女性の人、指めっちゃうまいよね。同じ人に当てないっていう。誰だ。あ、イエサだ。お、イエサだ、ちゃん、イエサだ。13番目の子じゃない。うわ、え、あ、お、あ、うん、あ、あ、ミスった。なるほどね、なんかお菓子、お菓子作りが全てはスノボルだ。いいですか、イエサダ。うまい。いいじゃん。あ、好き好き、割とイエサダ好きなんですよね。お菓子作り好きなんでしょう。好き好き。あの、ペリーが来た時のあれだよ、勝負。うわー、米がうまい。日本中の、いやいやいや、さすがに消費量。あー、うん、あ、なるほど、食に特化してんだ。いいね、究極の量で作ってほしい。いいね、私も作ってほしいわ。なので菊之助を、これは、いや、これは5つ星バッチ。なんじゃ。これで、うん、レベル4の外食のお店をさらに格上げていきます。あ、すげえ、そうなんだ。なので、これを人気中に立てないと、アウトか、逆に。ぶっ殺されます。ぶっ殺されるのはまずい。じゃあ、楽しみだな。食にね、これから特化していくということで、はい、やっていくか。それでは、バイバーイ。